ようこそ我々シュガーズ一族の精神世界お菓子の家へ。美しいお嬢さん、シュガーズの言語で私たちのことをブラックシュガー、琥珀糖と呼んでくれてもいいんだよ。ちょっとニグラス、知り合いとの挨拶は普通そういう感じのものじゃないでしょ。ねえビアンカ、本当に久しぶりよね。私たちの登場にびっくりした？ええ、本当にここでまた会えるとは思っていませんでした、シグレ・キラ先輩。それとニグラスさん、あ、すみません、地球外生命体の成長パターンについてよく知らなくて。ちょっと、別に今年になってから成長したわけじゃないよ。キラが世間知らずだったから、休眠状態だったあの頃の私を完全体だと思ってただけ。はい？私が世間知らずって。それでもすぐに死んだふりをするやつよりは強いけど。二人とも仲がいいんですね。まあ悪くはないわ。何せこいつに何度も騙されてきたからね。過ぎたことを気にするなって。さて本題に戻すよ。シュガーズの時間で2週間前、私たちはある予告状をもらったんだ。中にはあんたが来る時間が書いてあった。え？誰かが教えてくれたのよ。シュガーズ時間の今日、あなたがここに来てこの世界の泡を虚数の木に戻そうとするって。あ、はい、主教様の実験を通してここに来ました。つまり二人はわざわざここで私を待ってくれていたんですか？もちろんよ。私たちは虚数の木を利用してある程度存在する空間を変える技術を把握してるもの。私たち？それはつまり。ああ、2年前キラはコンペイトー長老の試練に合格し、正式にシュガーズ共同体に加わったんだ。あの世界の泡があんたの体内に入った後、シュレーディンガー博士は漁師の海に戻り、キラはエネルギー波動に弾かれ虚数の木の空間に入った。運が良かったのか、それともそういう運命なのか、とにかく無の空間に引き裂かれる前にちょうど通りかかったお菓子の家に助けてもらったんだ。お菓子の家はシュガーズ一族の家だけじゃないの。世界の泡から改築した空間避難所でもあるわ。シュガーズが危機に遭遇した時、彼らは虚数の木と再び接続し、自分たちがいる部分の空間を変換するの。世界の泡としてのお菓子の家はかなり小さいから、いつでも虚数の木と接続できる。だから崩壊の波動による侵略を受けずに済んだんだ。こういう実例もあったんですね。でもねビアンカ、シュガーズとして言わせてもらうと、あなたの中にある世界の泡はお菓子の家より何倍も厄介なことになる。どうしてですか？量の問題さ。世界の泡の存在をキープする方法は私たちの知ってる限り2種類ある。乱暴な方法とズルをする方法だ。乱暴な方法は外からエネルギーを吸収し続けることで漁師の海の自然衰退に抗うこと。その方法だと世界の泡は大きければ大きいほどいい。表面積は体積の増加によって減少し続ける。その規模が大きければ自然接触を通してエネルギーの動的バランスを保ち、半永久的に漁師の海の中で浮かび続けることができるんだ。もちろん崩壊エネルギーを吸収しすぎた場合、世界の泡自体に他の問題が発生する。あんたとキラが過去に見たようにな。なんとなくわかりました。ではシュガーズの方法はズルをする方なのですね。その通りだ。虚数の木と動的に接続して虚数の木の支えによって衰退を阻止する。この方法の本質は虚数の木を騙すことで目標を他の文明世界に寄生させることで生存させるか、もしくは神聖世界として認定させて支えてもらうかだ。わかりやすく言えば継ぎ木みたいなものさ。継ぐ枝が大きく複雑であればあるほど
手術が難しくなる。だからその方法を使う場合、世界の泡は小さい方が都合がいいってわけだ。つまり世界の泡の存在をキープする二つの方法は互いに…ええ、それに当時のシュレーディンガー博士が言うには、あんたの中にある世界の泡は乱暴ルートのために設計されたもの。ムーンライトスローンのシステムに合わせて余分な崩壊エネルギーを消去するためのものだ。しかしエーテルアンカーが崩壊エネルギーに侵食されてしまった。それによって世界の泡がバラバラにならないようあんたの体内に固定しないといけない。船が大きすぎると向きを変えにくいって言うじゃないか。今さらズルをする方法に変えるとなると膨大な演算が必要になる。それってデュランダル、人工知能を持つ君の剣さ。聖剣は確かにずっと空間の隙間で世界の泡の安定を、私と世界の泡の間にある反転関係を保ってきました。ですが別れてから私と聖剣の間には会話する手段が何もありません。あの子が世界の向こう側で必死に働いている様子を感じることはできますが、それ以外何も伝わってきません。そっか、やっぱりあの方法しかないだろうな。それって砂糖の鍵の力を使うってこと？それ以外にアンカーポイントの反転を乗り越えられるような通信方法はないだろう。長老には申し訳ないけど、物は使うためにあるからさ。でもあれは長老が十数年もかけてやっと直したものでしょ。なるべく慎重に使いましょう。あの、何の話ですか？あ、砂糖の鍵はシュガーズ一族に今まで伝わってきた古代の遺物なの。お菓子の家自体の製造に使われたこともあるわ。コンペイトー長老の話によると、数年前ある人類が天命の神の鍵と比較して砂糖の鍵を外の鍵と呼んだらしいの。ああ、あいつは私たちを裏切って砂糖の鍵を壊した張本人だ。あんたたち人類にそんな奴がいたせいで、キラがシュガーズ一族に加わるとき観察期間が3年間も必要だったんだから。確かに人類は複雑ですね。私も他人の考えが読めないときがよくあります。本気でリタに助けを求めたときもいつも気にしないでください、大丈夫ですからみたいな答えしか返ってきませんし。そいつはシュガーズにとってはプラスになるけどな。さて、私は砂糖の鍵の準備作業に取り掛かるから、キラと昔話でも楽しむといいよ。ありがとう、ニグラス。はいはい、遠慮はいらないさ。後で喧嘩する時間はいくらでもあるんだから。ニグラスさんはデュラと気が合うかもしれませんね。私もそう思うわ。ところでビアンカ、本当に背が高くなったわね。性格も穏やかになった気がするわ。むしろ頑固の方が近いかもしれませんね。天命で最も融通が効かないバルキリーは私だと、みんなにはそう思われているようです。嘘、一番融通が効くタイプだと思うけどな。まあ仕事に関しては意見を曲げないビアンカも想像できるけど。ほら、キラ先輩も言ってたじゃないですか。S級バルキリーを同僚にするなら、私もリタみたいな人を選びますよ。あら、二人とも、もう S 級バルキリーなの？まるで、あの頃のセシリア様とテレサ様みたいだわ。それは恐れ多いです。それに。どうしたの？嫌なことでもあったの？あ、いいえ。実は、3年ほど前、司教様から、黒煙白化の使用権をいただきました。あ、セシリア様の黒煙白化を？さすがビアンカ、すごいわ。ありがとうございます。ですが、セシリア先輩から
彼女の黒煙白花を借りているに過ぎないと、私はそう思っています。もちろん、神の鍵は神の鍵。誰かの付属品ではありませんが、ですが、私には感じます。これには、セシリア先輩の深い跡が残されています。まあ、それはわかるわ。セシリア様の前に黒煙白花の力を使いこなせた人は長い間いなかったからね。ねえ、知ってる？あのセシリア様でも黒煙白花の持ち主になったことに対してかなりのプレッシャーを感じていたのよ。どうして？適性が高かったんですよね。うん。適性の話ならセシリア様よりビアンカの方が上かもしれないわよ。私自身も侵食されたことがあるからなんとなくわかるわ。よく聞いて、ビアンカ。セシリア様がぶつかった問題はあなたと真逆で同じなの。真逆で同じ？どういう意味ですか？あの司教様はあなたに教えていないのかもしれないけど、セシリア様の前にいた黒煙白花の幾人かの持ち主は様々な理由で天命から除名されているの。それは黒煙白花は前世紀70年代に北大西洋の深海から引き上げられたって話はあなたも知ってるよね。その件はシュレーディンガー博士の過去と直接的なつながりがあるの。彼女が天命を裏切った件ですか？リタが教えてくれました。それに彼女が主教様のことをフグ大天の敵だと言った時に、多分皆さんもなんとなく察したかと思います。なら当時の天命最強のバルキリー、黒煙白花の持ち主、彼女がレゲントロピー陣営に加わってそのせいで亡くなったってことは知ってる？黒煙白花はその時に海の中に沈んだのよ。その人の名前はあなたも知ってるはず。リアーナよ。そう、シュレーディンガー博士のミドルネームは彼女の命の恩人の名前なの。世界は狭いのよ、ビアンカ。普通のバルキリーは何も知らないかもしれないけど、黒煙白花の持ち主になることは決して簡単なことじゃないわ。実は今でも黒煙白花は不吉だと信じているバルキリーがいます。でも今になってみんなは黒煙白花はセシリア様を象徴するものの一つだってそう思うようになったんでしょ？それはセシリア先輩の個人的な魅力が。ううん、違うの、ビアンカ。確かに私はセシリア様の一番のファンだって自称してるけど、事実だけを話すとそれはただセシリア様が黒煙白花を長く所有していただけに過ぎないわ。セシリア様は自分と黒煙白花の間に拭えない距離感がある。それは名声云々の問題ではなく、純粋な歴史に対する畏敬の感情なの。カスラナ一族の天下制裁に対する態度みたいにね。どう？スタートは全然違うけど、本当の気持ちに関してはかなり似てるでしょ？なるほど。確かに不思議です。先輩、やはりお姉さんみたいですね。え？今の話、リタが相手だと恥ずかしくなりますし、主教様が相手では大げさすぎるように思ってしまいます。もしかしたら、先輩にしか話せないことだったのかもしれません。言われてみると、ちょっと恥ずかしくなったわ。ところで、結構長く話していたけれど。ニグラス、準備作業はそろそろ終わるでしょ？二人ともごめん。ちょっとやらかしたというか、プログラムにバグがあったというか。バグ？まあ、呼び方はどうでもいいんだ。とにかく、巨数の造物が引き寄せられて、お菓子の家の外側まで来てるんだ。手伝ってくれ、ビアンカ。万が一、お菓子の家に侵入されたら厄介なことになる。わかりました。敵を全員倒せばいいんですよね。こういう簡単な解決方法は気に入ってます。
全力で戦いなさい、ビアンカ。私たちの力を全部あなたに貸すから。戦闘お疲れ様、礼を言うだがもう少し待ってくれ。通信の安定性に不安を感じているのか、相手は任務の処理を優先し、その後に完全な通信モードを確立することにしたようだ。相手？それってリュラのことですか？もう連絡が取れたんですか？まあそういうことだ。あの人工知能は今砂糖の鍵が送った世界のアーの臨時接続プランを全速力で受信中だ。そのためまだ人格形態の切り替えができてない。わかりました、ちょうどいいですね。その間気持ちの整理ができます。その心の準備という意味です。とにかく今日こんな機会をくださって、そのありがとう何を照れてるんだ、キラの友達は私。ん？待って、ああいいぞいいぞ、おう順調だ。何があったんですか？成功した、相手が接続プランを受信し実現させてくれた。早速だが通話を開始する。あ、待って。テストテスト、ビアンカ様聞こえるっしょ？聞こえたら大きな声で返事するっしょ。問題ありません、よく聞こえてます、よく聞こえてますよ、聖剣デュランダル。まあ久しぶりっしょ、もう小娘から大人になったっしょ、めでたいめでたいっしょ。ところで今のスリーサイズはどんな感じっしょ？90はあるっしょ。ちょっとあなたね、いきなりそんな話をするんですか？キラ先輩がまだここにいるんですよ。あ、そういえばリタはやはりいないっしょ？ええ、けど心配しないで、リタは元気にしています。ただ彼女の体質では私のように虚数の木まで来ることができなかったので、今日は一緒ではないのです。実際ビアンカ様が彼女たちの協力を得てこの空間までやってきたこと自体がすごいことっしょ。でもまあ私はやっぱりすごいっしょ、こんな風に必要な仕事を終わらせてビアンカ様と雑談してるんだから。え、必要な仕事はもう終わったんですか？今から始めると思っていました。
これが電子機器の長所っしょ。人間たちの想像を超えるスピードで片付けられるっしょ。ま、この件に関しては完璧にするのは難しいから、こうして出てくることは今後あまりないっしょ。まあ、一部だけなら出すことができるけど。どういう意味ですか？一部って、あなたを構成している宝石のことですか？それとも。ああ、私ったら、いつも頭に口が追いついていないっしょ。ただ、機械の私に口があると言えるかは、謎っしょ。冗談はここまでにするっしょ。こうしていられる時間は限られてるから、ひとまず状況を整理するっしょ。数年の運用の中で私は気づいたっしょ。あの世界の泡の危機は、それが誕生した時から始まっていたってことに。5万年前、崩壊の脅威から抜け出すために、人類は量子の海、世界の泡の中に崩壊エネルギーを排出することを試みたっしょ。けど、リチチャが彼らの技術の中心であるムー大陸を破壊し、その試みは実行できなくなったっしょ。ただ人工的に作られた世界の泡のエーテルアンカーは、まだ壊れておらず、人々はその、ゴミ集積場として設計された世界を人類の住める避難所として改造しようとしたっしょ。つまり私たちが目にした景色っしょ。世界の泡を避難所へと改造する工程はまずまずだったっしょ。けど、ゴミ集積場のために設計した余計な装置は残されたままになった。そういう潜在的な機能のズレが、最終的にある強人の行動によって取り返しのつかない悲劇となったっしょ。その後のあの世界の歴史は全部、瀕死の状態にある世界に延命措置を施したに過ぎないっしょ。ビアンカ様はあの世界の冒険で強人の運命に終止符を打ったっしょ。そして、あのバラバラになりかけた世界を救う責任を背負うことになったっしょ。ニグラスの分析結果のように、あの世界の泡の量は、一つの個体として虚数の木に直接戻ることの妨げになったっしょ。その反転ラインは、負のエントロピーシステムに固定される必要があるっしょ。簡単に言うと、残念ながら私たちの使命はまだ終わらないっしょ。大丈夫です。もともと覚悟はできていますから。すべては昔のまま。そういうことですよね。ああ、そういう。私の仕事に変化はないけど、ビアンカ様は今、その責任を他の人に分担してもらうことができるはずっしょ。それって。さあ、砂糖の鍵の臨時権限を使って体験してもらうっしょ。ありがとうございます。本物の不朽なる刃。私のコアを取り出せば、世界を守る責任をビアンカ様の信頼できる仲間に任せることができるっしょ。そうすればこの世界の運命を背負う者が少しずつ増えるんですよね。
いや、厳密に言うと背負う人は一人のままっしょ。しかし今なら互いに交換が可能になったっしょ。今砂糖の鍵の技術プランを学習することで私を媒介にして世界の泡を虚数の木に接続できるようになったっしょ。まだ世界の泡の独立という最終目標は実現できていないけど、少なくともずっとビアンカ様の体に頼ってあの世界を守る必要はなくなったっしょ。ついでにあの趣味消しの構成をしておいたっしょ。そうすれば私のコアを他の誰かに渡しても短時間なら生涯の力をビアンカ様は使えるっしょ。そう言われてみれば生涯は消えていませんでしたね。つまるところ生涯が本当に依存しているのは特定の世界の泡ではなく漁師の海自身の力っしょ。けどそういう技術的な話よりあの趣味消しというすごいものは一体どういうものっしょ。私も自分用にもう一つ欲しいっしょ。あなたのデータベースにスーという全文明の英雄は記録されてますか。スーという全文明の英雄は記録されてますか。彼が趣味消しを私に託したんです。彼は数千年もかけて豪舎計画というプロジェクトを実行し、パラレルワールドの観測を通じて崩壊に対抗する方法を探していました。なるほどっしょ。残念ながら私のところにそういうデータはないっしょ。だけどそんな人物が趣味消しをビアンカ様に託すということは彼はもう答えを見つけたってことっしょ。そのようです。豪舎計画は最後にようやく唯一の答えを見つけたと、しかし詳細は教えてもらえませんでした。彼が残した資料を主教様に渡しましたが、主教様は彼と同じく何も言ってくれませんでした。実に面白いっしょ。ん？何か分かったんですか、リュラ。いや、何も分からないっしょ。分からないから面白いっしょ。人類はそういうものっしょ。人類に対する理解が妙にずれているだけなのでは。私はビアンカ様たちのような有機生命体じゃないっしょ。ズレがあって普通っしょ。ズレこそがアイデンティティっしょ。おや、何かあったんですか。リアルタイム計算に警告があったっしょ。世界の泡と虚数の木の接続は5分後にカオス現象のせいで予測不能になるっしょ。反応の余裕を空けておくために私は3分以内にプログラムを自動モードから手動モードに戻さないといけないっしょ。つまり今回の再会はそろそろ終わりということですね。そう、まだまだ話したいことがたくさんあるっしょ。天命カップとネゲントロピー杯の優勝者を知りたいっしょ。そんなものが気になるんですか。サッカーなんて全然興味がないでしょ。だから何っしょ。ビアンカ様から崩壊と無関係な話を聞くなんて怠けるのが好きな私にとって最高に嬉しいことっしょ。あ、ええ、わかりました。その、ありがとうございます。ビアンカ様が照れてるっしょ。かわいっしょ。さあ、本当に時間はないっしょ。これからの道はまだまだ危険かもしれないっしょ。でも私はあの見知らぬ先行者が確かに唯一の答えを見つけてくれたと信じてるっしょ。みんなも世界を、仲間を、そして自分たちの可能性を信じ、時間に全てを証明してもらうっしょ。ではまた、私の体を任せたっしょ。信号が消えたわ。え、きっとまた会える。そうでしょ？ポジティブなのはいいことさ。まあ、全文明の人たちはみんな怖いってなんとなく思ってるけど。そういえば、スー博士も最初は彼の世界の泡にずっと閉じ込めてやるって私を脅していましたね。それは虚勢を張っただけだと思うけどな。彼みたいな人は短時間であんたに対する考えを変えたりしなさそうだし。
じゃあニグラス、あなたの言ってたなんとなく思うというのは。私もうまく言えないさ。はい？仕方ないよ、一種の勘ってやつだから。でも何も言わないよりはマシだろ。ありがとうございます。ですが、本当に避けて通れない運命に遭遇したとしても、私は逃げたりしないと思います。少なくとも今の私は自分の責任を他の誰かに託す手段を得ましたから。ちょっと、その言い方演技悪いわよ。そういうことに関してはセシリア様と同じにならなくてもいいんだからね。私その聖剣はいらないから、ちゃんと自分で保管しなさい。変な考えも起こさないようにね。あ、いいえ、そういう意味ではなく、すみません、心配をかけました。先輩、私も悪かったから謝らないで。ヴァルキリーとしてあなたはとうに私とニグラスを超えてるし、私はあなたの判断を信じるべきだった。とにかく互いの気持ちが伝わればいいんだろ。ビアンカはキラの心配を理解できたし、キラもビアンカがちゃんとわきまえてるって分かったんだ。互いに謝るとかそういう煩わしい礼儀を私たちシュガーズは推奨しないんだ。それもそうね。とにかく機会があったらいつでも協力するからね、ビアンカ。はい、その時は遠慮しませんから。あれ？さて、世界の泡に関する使命は次の段階に入りましたし、私たちにはそれぞれ果たさないといけない使命がたくさんあります。二人とも今回の実験は無事クリアできましたし、そろそろ前回のようにゲニウスを起動しないといけませんね。急すぎないか？少し座って一緒にお菓子を食べようよ。ビアンカはそういう人よ。任務以外で彼女はプライベートの時間をめったに作らないの。互いの気持ちを理解すれば煩わしい礼儀は必要ない。むしろそれはビアンカのスタイルよ。ご理解ありがとうございます。ではまた。うん、今度はチョコパフェをおごってね。それだけでは足りないだろう。あ、そうだ、それはやめておくわ。私ちゃんとわきまえてるもの。彼女の信号が完全にこの空間から消えたな。彼女の独特のテンプに隠された例の推論をやっぱり口にはしなかったな。本当に再会できるかどうか私には確信がないんだけど。仕方ないわ、タイミングがなかったもの。それに彼女はある面においてセシリア様とは決定的な違いがあると思うの。彼女の本当の力は私たちの手助けがなくてもちゃんと覚醒できるはずだから。未来の旅にたとえ妨げがあったとしても、彼女とリタなら今までのように無事に乗り越えられるはずよ。ええ、きっと問題はないわ。すみません。ええ、私が社長本人だけど、あなたは、オットーさんが言ってたビアン。はい、長光さん。あ、すみません。私、何か間違えましたか？
あ、いえ、気に。はい、長光さん。もし、私の体から全文明の遺物を取り出すことができる場所があるとしたら、それは、セント1504研究所だと、司教様は言いました。長光さん、私が今まで。パソコンにあると思うけど、ちょっと確認するわね。長光さんは相変わらず数字に敏感ですね。覚えてますか？私が2回目か3回目に来た時、あなたは17とはどういう数字なのかを私に説明しようとしました。あら？はい。今思い返すと穴があったら入りたい気持ちでいっぱいよ。何よ、その無理な話題づく。あら、いい思い出だと思ってます。少なくとも、唯一無二の思い出です。そう思いませんか？Thank you.